邪聖剣ネクロマンサー。今回は鍵を入手したので悪い大人をします。それは宝箱バグのことか？これは結構有名なもので、当時の雑誌や攻略本にも掲載されてます。当時から宝箱バグって有名だったんだな。いや、当時はバグとは知らずに隠しアイテム的な扱いだったんだ。今では解析されバグと判明した経緯があるんだ。それで他にも宝箱バグが発見されたってことか？そうなんだ。それらも全回収目指してるぜ。目指してる？歯切れが悪い言い方だな。情報はあっても、発見できないものもあったんだ。発見できなくても所詮バグだからな。洞窟内で必ず入手できるのでもう満体。一体、どこまで戻るつもりなんだ？2番目の町ヘラー社。そこまでして、取りに行く必要あるのか？情報として教えたいのと、これだけは実際のプレイで入手してほしいから。みんなを悪い大人にしたいのか？この後の戦闘がマジで楽になります。そんなにすごいアイテムなのか？この世界で4番目に強い剣なんだ。バランス崩壊レベルだな。
存在を知ってて取らないわけないだろ。確かにそれは欲しいな。なぜ初めに取らなかったんだ？鍵がかかっていて取れないんだ。だから今まで取れなかったのか。トルース、これが4番目に強い剣なのか？そう、これが欲しかったんだ。まあ、チートしてるから強さ変わらないけどな。身も蓋もないな。それでは戻ります。戻るだけなので話すことないな。たまには静かな旅もいいんじゃないか。何をしてるんだ？この辺りにも宝箱バグがあるんだ。
本当にあるのか？事前調査時は発見できたんだけどな。諦めて先に行かないか？ほら見ろ、探せばあるんだよ。ご苦労さん。もうそろそろ目的地だぜ。今回は長旅だったな。街に行かないのか？目的地はこっち。